い、ということで僕たち韓国人3人と、はい、日本人1人と、はい、大阪人1人、はい、原宿発掛けプチボーイズグループルイ・シャープルです。よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介に行くんですけれども、はい、それぞれね、あのキャッチフレーズがありまして、はい、そうですね、そちらのね、ちょっとことであのお話しさせていただきたいなと思いまして、はい、ということで1人ずつよろしくお願いします。はい、僕は聖子モンスターキミです。僕が、あ、僕はなんでモンスターかというと、はい、あ、僕はキン、あ、モンスターみたいな筋肉がたくさんありますから、そうですね、モンスターです。そしてメンバーの中で年が一番下です。だから僕は聖子モンスターです。はい、そして皆さん、僕がモンスターって言ったら皆さんが、あ、僕がモンスターって言ったら皆さんが、あ、いいんですよ、聖子って言ったら、聖子って言ったら皆さんがモンスターって言ってください。はい、せーの、聖子モンスター。聖子モンスターキュービンでー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、庶民派リーダーシュートです。はい、僕は、まあ、あのキミはあの筋肉があって一番年下っていうことで聖子モンスターなんですけども、はい、僕は、まあ、シンプルにリーダーということで、はい、あとメガネかけてるんでそれで覚えていただければなと思います。はい、あの、はい、レンズはないんです。そしてあの庶民派って言ったら皆さんでリーダーって言ってください。はい、それではいきます。庶民派リーダー、庶民派リーダー、シュートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。行きます。桃色。ミスです。僕はなんで桃色か知ってますか、はい、皆さん。知らないです。桃色キング。ペンテじゃない。ペンテじゃないですよ、僕は。ただ僕はチーム中で一番セクシーな人です。そうですかね。もう桃色イメージですね。今何時ですか？今1時です。1時ですね、はい、はあ、夜になったらもっとセクシーになりますね。ダメですよ。いきます、桃色ミズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。キュートな天然シェフチュートです。僕はですね、キュートで、はい、天然すぎますけど、あの料理はちゃんと作れるシェフですから、キュートな天然シェフです。皆さん、僕がキュートなって言ったら天然シェフで叫んでください。いきますよ、キュートな天然シェフシュートです。よろしくお願いします。はい、皆さん行きます。スマイルゴリアンジュンです。僕スマイルゴリアンというのね、キャッチフレーズをつけられてるんですけども、ね、はいはい、メンバー1、笑顔なゴリラとして、つけられたのでぜひとも、皆さんと一緒にスマイルゴリラ言ってもらえたらなと思います。はい、いきますよ、スマイルゴリラジュンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん今日一日一緒に楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、ということでね、はい、まあその前にね。